で、次ですね、その般若心経の次のところに、税大人衆、税大名衆、税無常衆、税無等同衆っていうところがあります。この衆っていう言葉は、語源的には、口っていう言葉プラス祝いっていう言葉だそうです。だから、お祝いの祝福の響きのことを、主と言うんですよね。で、口が二つあるのは、繰り返し繰り返しっていうことで、響きですから繰り返されるわけですよね。同じ旋律がね、そういうふうになっていて、祝福の響きのことを主と言います。だから、今、大宇宙に、変換して、どこにでも届いているような主があって、祝福の響きがあり、その性質は、税大人種、税大名種、税無常種、税無等同種っていう、そういう風な性質を持っているよっていうことでしょ。それはどんな意味かというと、大人種というのは、おおらかで堂々としていて、どこまで行っても弱ることがなく、どんな障害物でも遮ることができない祝福の旋律。どこにでも届いているんです。で、決して遠くなったから言って弱ることはないんです。そして大名種、歓喜に満ち、自信と積極性に溢れ、すべての存在をその歓喜に同化させずにやまない光の旋律であり、か喜びの旋律なんです。だから、それに共鳴して、あなたの心の楽器が鳴り始めると、喜びに満ちる。自然も何もないのに、なんか対象がある喜びではなくて、対象もないのにただ喜んでいる。そういうことができるようになってくる。そして無常種。これは高く澄み切り、私たちをその高みまで導いてやまない、いざないの旋律である。だから、向上心を、持たせてくれる祝福の響きであり、で、無等同種。これ、すべての人を包み込む、祝福の旋律でありっていう、これ、等でしょう。で、その響きに共振できた人の心は、その人独自の旋律。これが無等でしょう。等しくない。独自の旋律を主旋律に沿うように奏でるようになります。てか、無等同種。大宇宙の初の祝福の響きというのは、そういう性質を持った響きですよっていうことですよね。で、最後のところです。じゃあ、そういう響きが大宇宙に変換して鳴り響いているでしょう？でも、響きがある以上音源があるはずですよね。これどこからその響きは放たれているのかということに、注意するとですね、それが般若心経の最後に出てくる真言なんです。ギャーテギャーテハラギャーテハラソーギャーテボジーソワカー、意味は、ついた、ついた、ギャーテってついたって意味です。ついた、きゃ、ついた、ハラギャーテって、ハラっていうのはゴールっていうことです。ゴールについた、ハラソーギャーテ、これもハラギャーテありますけど、ソーっていう言葉がついてますよね。ソーっていうのはみんな一緒にって意味です。だからみんな一緒に到着した、ボージーソワカ、めでたしありがたし、素晴らしい達成をありがたし、まあそういうふうな意味。これはお釈迦様が菩提樹のもとでお悟りになった時に叫ばれた言葉だと言われています。ということは、これは何かというと、人類がね、進化の過程を達成して、最終的にみんなで一緒にゴールインした時の光景をお釈迦様は悟りの時にご覧になったんです。ということは、その光景がお釈迦様の心に描かれたということでしょう。そうすると、お釈迦様の心でどんな心か、僕らの心どころではなくて、最強の心でしょう。最大の心でしょう。その心に描かれた光景は必ず実現するんでしょう。ということは、僕らはもう最終的に進化のゴールまで到達できるということが決まっているわけでしょう。で、この般若心経の最後の真言というのは、そのことを伝えようとしているわけです。僕たちは最終的には必ずそこに行けるんだよ。みんなが悟って素晴らしい調和の世界にたどり着けるんだよ。で、そこに至るまでに、ずっとそのゴールに僕らは結びつけられていて、そこまでどんどん誘導されて必ず行ってしまうんだよ。
だから安心していいんだよ。だから本当は最終的にはもう、観音様もいらなくて、このギャーテーギャーテーだけを自分のものにしておいたら、あ、そうか、もうあそこに繋がってるんだから、最終的にあそこに行けるんだから、これでいいんだ。で、そこさえきちっと持ってたら、揺らぎなくね、持ってたら、それで素晴らしい人生がどんどん開けてくるんですよね。で、そういうことを言って、だから般若心経後半になるほど、どん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 勇気が出てくるようなお経になっています。で、面白いですよね。これで終わりなんですけど、一応まとめとくとですね、あなたは思いを形に表してくれる心さんの能力。これ自動性ですよね。自動性を信じていますか？ここを信じないとお話にならないんで、まずとりあえず自分の持っている心というのが実は、思いを形にする自動性を持っているというのを知ってください。で、心の思いが元になって世界が作られていることを知っていますか？これ知ってくださいね。で、心が先で形は後というのを知っていますか？形に出てきたものはスクリーン上の映像ですよね。で、それは心に描かれた思いが映し出されるんでしょうね。だから、形は後なので、スクリーン上の映像をいじくろうとしても、そのスクリーン上の映像を変えることはできません。蓋をしても、その手のひらに映るでしょう。手の甲のとこに映るでしょう。変えられないでしょう。だから、まず心を変えなあかんですよ。形を変えるんじゃなくてね。で、そこを知ってください。で、心をスッキリさせていますか？これ、普賢さんの方法でしたね。心をスッキリさせる方法を知っていますか？これはもう、実践をする、行をすることですよね。で、行のやり方はいろいろ言いましたね。で、思いがよく叶うのはどんな心でしょうか？心が、固くなであったりですね。そして、潤いがなかったりですね。で、栄養分がない心は、叶わない。なかなか変わらない。これ土壌の盾でいくと種を植えますよね。明るい光がないと成長できませんよね。で、明るい心。そして土壌が硬かったら根が張れませんよね。柔らかい心である必要がある。そしてカラカラの干からびた土壌だったら、成長できませんよね。だから潤いのある心である必要がある。そして栄養分がないと成長できませんよね。その栄養分がある心というのは徳がないとダメなんですよ。なんぼ思いつきが良くても徳がない人は周りの人が振り向いてくれなかったりするんで、やはり徳を積んでいくっていうことが必要なんですよね。で、そういうふうなことで、とりあえず一応総まとめで、般若心経の話はここで終わります。で、最後に例によって、仲間の歌を歌います。これは線路は続くよっていう歌なんですけど、線路はもうお釈迦様がちゃんとレールを引いてくれているんですよね。だから最終的にはゴールインできることは分かっている。だから僕のようなあかんたれでも、その列車に乗ってさえいたら必ずそこに行けるんだから、どんな、辛い状況の人でも必ず私は最終的にはゴールインできるんだと信じて、お釈迦様の、用意してくれたレールの上を、列車に乗って一緒に進んでいきましょうねっていう、そういう意味で皆さんと一緒に歌いたいと思います。線路は続くよ、どこまでも。野を越え山越え谷越えて、遥かな町まで僕たちの楽しい旅の夢つないでる。線路は歌うよ、いつまでも。列車の響きを追いかけて、リズムに合わせて僕たちも楽しい旅の夢歌おうよ。はい、
じゃあこれで第2回目の音声講義を終わります。皆さん元気でね。で、いつも魂は一緒です。いつも一つですから、それを忘れないでください。何かあったら大慶さんよろしくってお願いしてくださいね。はい、ちゃんと届きますから。じゃあ終わります。